ん坊でにゃん坊なんだけど、にゃんこの尻尾とかがついてるですよ。にゃん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 、みっけにゃんにゃんだよ。にゃんにゃん。みなさんこんにちは、プラマイドル高坂きよです。今日も始まりましたもん、景色ミニ。今日ですね、こちらなんだか珍しく可愛らしいものがあるんじゃないですか、ということで今回はこちらのプラマを作っていきたいと思いまーす。これはことぶき屋さんがですね、ダンボをよく出してるじゃないですか。ダンボじゃなくって、これはニャンボということで、マルコさんとの限定商品らしいです。なので見かける人と見かけない人がいると思うんですけど、ちょっとレアキットになります。先日ですね、ゴーツのホビーマッチでゲットしたのって、まあ、作ってみようかなと思いまーす。で、これ自体は、このね、可愛らしいね、にゃんこにゃんこ暖房でにゃんぼうなんだけど、にゃんぼうを作れる3個入りのキットになってるそうです。ということで、開けてみましょう。じゃーん。あら、あら、あらあら。あ、なるほどね、各ランナーで1個ずつカラーがあって、作れるようになってるっぽいですね。なので、黄色っぽい子、ちょっとオフホワイトみたいな色の子、で、黒っていうほど黒じゃないけど黒っぽい子の3個が作れるみたいです。で、それに合わせたね、にゃんこの尻尾とかがついてるですよ。この辺は、あれだよね、こう、ミケになってたりとかするじゃん。こういうのの色を変えているところで使ってくださいっていうことみたいです。あとは細かいパーツで、まあ、それぞれのポリキャップと、これはそれぞれの、なんだろう、目ん玉かな？あ、目ん玉だね。この可愛らしい爽やかなのが、この黒いにゃんこちゃんに入るらしいです。っていう感じで作っていこうかと思いまーす。まあね、3個って言ってもね、1個あたりがすごい楽ちん、あー !3 個って言ってもね、1個あたりがね、サクッと組めるようなキットになってると思うので、まあ1個作ってサクサクっと塗った後に、これ全部シールついてるんですよ。これ可愛くないですか？可愛い。だからミケとかそういうのは塗らなくてもシールで遊べるようになってます。ということで、シールでできる範囲のことはシールでこれやってみようかなと思いまーす。それでは1個、この子、虎の子かなを作っていこうと思いまーす。説明書自体はね、なんとね、ここのページとこの裏側のここのページだけで作れちゃうぐらいさっくりといけるような構成になってまーす。あれだから一気に切って作っていきますかね。はーい。ということで、カッティングタイム、イエーイ。まあ、丁寧に作りたい方はね、ちゃんと二度切りとかされるといいと思うんですけど、私はですね、サクッと楽しく作っていきたいと思うので、にゃんこをね、いっぱい切っていきたいと思います。これは隣のパーツか。よいしょ。あ、でも切りにくいところは二度切りですね。うん。まあ、歯が入るかっていう問題ですね、ここはね。組んでいきまーす。よいしょ。まずは足の組み立てということで2個あるんですね。うんうん。これはね、左右全く同じパーツだったので、どっちがってこともなくこうね、組み立てていけば良さそうな感じです。ほんと合わせるだけ。いいね、シンプル構造だよね。うん。これが手になるのかな、腕、足、どっちかだよね。足っぽいですね。で、これをここにこう乗せていきまーす。うん。足。で、これをまた被せまーす。よし。で、で、で。そしたら、今度は、ここに、これをパチンと。あらあら、飛んでっちゃった。よし。はまって、ここにポリキャップが入りまーす。おーい。マルキャップ。よいしょ。これ久々に暖房組むわ、私。うん。にゃん坊だけどね。うん。かわいいよね。うん。サクッと組める感じがいいですね。うんうん。で、これをまた、これとこれを止めて、よいしょ。で、さっきのに挟めばいいのね。これの向きに注意。はーい。こうかな。はい。で、これをこう、はめて、早くない？で、尻尾があるので、尻尾パーツを刺します。あ、かわいい！え、尻尾かわいくない？なにこれ？あ、にゃん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 。めっちゃかわいいやん。
尻尾が生えたので、ここから今度はお顔を作っていきましょう。お顔もこれね、このパーツに目ん玉を入れていきます。目ん玉入るか、入るかな。お、こうだね。よいしょよいしょよいしょ。よし、あれ、これよく考えたら口んとこ塗られてんだね、色ね。ほら、ここ口白いパーツ入れてないし、ほらほら、ランナーの状態でもここ黒いじゃないですか。へぇー、塗られてる、すごっ。そんな優しさがすごいしね。で、これをまた入れて、よいしょよいしょ。で、耳パーツ、これは標準についてるやつでいいので、ここに乗せる。あ、こっちか、こっちだ、こっちにこう、よいしょ、の、あらららららら、のせて、耳パーツ、ワンツー、のせます、はい。で、これを挟みます。うん、うん、いいね、シンプルに出来上がってきた感あるわ。で、今度は腕パーツ、これと、これとこれね。で、これを挟んで、こうかな。止めますっていうと、ちょっとね、細かいね、細かいって言ってもね、なんかフレーマーブズガールとかと比べたら全然ね、優しいもんだと思うので、よいしょ。で、にゃんこにゃんこ、よいしょ。左右作ったら、こう、うん、ポリキャップを挟んで埋めていくと。挟みます、挟んでそこに刺します。よし、こうだね。うん、刺して刺して刺して、よいしょ。まあ、こんな感じね。うん、あ、間違えた、こうだこうだ、こんな感じね。はい、グリですができたので、あ、差し込みますと。角に溝がない方が前。へぇ。そうなんだ。前後ろがちゃんとあるんだね、ここにね。よし。よし。で、刺して。よいしょ。で、頭を止めたら、てってれー。とりあえず組み立ては完了ということで、にゃんこっぽいにゃん坊さんができました。お耳がね、こうやってついてるのが特徴なのと、あとまあそうね、この尻尾が生えてるのがまたね、可愛いなと思います。あとはもう本当にね、ダンボーと同じような感じなので、うん、シンプルに作れていいですよね。うん、サクッと5分ぐらいで組めちゃう、そんなキットかなと思います。で、まだシールがあるんですけど、シールの前に3体並べていきたいと思います。ダッシュで組みます。よし。2個目、でんでんででんでんでん、まだね、あ、まだシール貼ってないからって感じですけど、まあまあまあ、こんな感じですね。ほい、は
し、じゃあもう一回行きましょう。あれ？なんか今までなかった尻尾のパーツがこれ入ってる気がする。なかったのに今まで。なんでこの子だけないんだろうと思ってたら、ちゃんとね、ランナーにくっついてますね、尻尾パーツ。よかったよかった。組んでいきましょう。よいしょ。ちょっと入れるのが大変ね。あー、でも水色入るの可愛いっすね、これね。うん、いい感じ、いい感じ。よし、という感じで、たったら、できまして。はい、ということで3色できました。もうこっからは、ステッカータイムが入ってくるので、これだよね。シールの貼り方。でもシールどうなんだ？なんか薄そうだよね。すごい綺麗なシールしてるんだよ。これ、これ、あら、あら、ビニールまで薄かったかね。破れてしまったわ。はい。あら、ペ。こうなんですね。あ、いいシールっぽい。いいシールは紙なんですけど、いいシールですね、これね。ほい。この子たちに貼っていきまーす。で、貼るのは、どこからどう貼ったらいいんだい？貼り方の説明書とかあるのかな？ないのか。あった！このページにですね、貼り方がちょっとここを合わせましょうみたいなのが書いてあります。じゃあ、この子からいこうかな。これどうせ取れるでしょ、やっぱり。うん。取ったら暖房じゃんっていうね。あ、でも尻尾生えてます。よし、で、これをどこから、これをどう貼る、難しい。でっか、ちょっと待って、このシールめっちゃでっ、あ、あ、いい、フィルムシールみたいになって、めっちゃ薄いわ。ほら、ペロンってしてる。あ、そうなんだ、紙と思ったら全然いいフィルムシールだよ、ほら、ペロン。これ一発勝負、マジでいっとる、マジでいっとる。どこから合わせたらいいとか書いてくれないの、マジっすか、マジっすか、一発勝負やん。えってなってるんだけど、目ん玉合わせたいね。目ん玉あんとこ合わせよう。そうしよう。おー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 おお、よし、ここや。で、あとは空気を抜くように貼っていく。あ、これ、これなかなかやで、このシール。もう一回いける、もう一回いける。でもね、一回貼って剥がしてってしてるけど、綺麗だわ。綺麗なシールだから、結構頑張れますね。うん。あ、綺麗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 。めっちゃ綺麗貼れてるやん、ほら。角とか出てますよね。うん、いい感じ、いい感じ。うん、目から合わすがいい感じかもしれないですね。目から合わす。目の位置を合わせて、貼って。うん、多少伸びがあるので、そんなね、ちょいずれぐらいだったらいけそうな感じで、ちょっと包めてますね。うん、よし。あ、いいシールだね。ただこのシールを貼るのはなかなか大変な作業なので、本気でやった方がいいと思います。本気でね、本気でね。でもし空気が入った時は軽くね、あのデザインナイフとかでね、チョンってやってあげるといいのかなと思いますが、ちょっとずれた。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、でも綺麗だね、シールだけでも。ね、いい感じ、いい感じじゃない、ほら。で、耳つけてあげよう。かわいいやん。よ、え、かわいいやん。かわいい。想像より綺麗なシールで。え、めっちゃ綺麗やん。あと、こういうね、
しっかりと角とかを貼ってあげれば、ほらいい感じじゃない？にゃんにゃん、いい感じいい感じで、腕とかもあるのね。ミケ結構大変じゃないの、大変じゃないの。よし、いい感じ。うん、まあ、一番難しいのはね、この頭っぽかった。他はね、全然なんかちょいちょい貼っていくだけなので、そんなに難しい感じじゃないですね。で、こっちのブチとかもあるんだ。なるほど。ブチはここら辺から、こうね、こんな感じね。え、もう一個のブチどこにある？ああ、尻尾のところにありますと。はーい。これで、この子のカラーは終わりかな。あ、中にこれ貼ってる。なんだろう。耳の中。多少色が違うってことですね。うん、貼っとる。あ、いいわ。色違うだけで変わるわ。かわいいかわいいかわいい。これは、ちょっとね、ちっちゃいところですけど、と効果が絶大です。いい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 。いい感じいい感じ。え、てかこれシール貼るのめっちゃ貼りやすくて楽しいね。シールなのに綺麗にできるっていう。ここまでかな、この子は。ほーい。みけにゃんにゃんだよー。あ、かわいいじゃん。ね。え、そのまんまでいいっていいよね。塗らなくてもかわいいなんて。こっちは。今度はまた違うこのシールですね。よし。この子、お顔が、あー、なるほど。お口の周りの三角にこれを貼るんですね。なるほどね。やべ、大体で貼っちゃった。あ、でも、あ、大丈夫そう、大丈夫そう。はい。で、おててのところがいっぱいありますね。おてて。手のところ、この波のところがあります。シールを貼るのに無口になってしまう、そんな罠。シールを貼るときのコツは一回で決めきらないことだと思っています。そうそう、どうしてもね、一発でね、いかないんですよね、うまくね。なんとなくいくんですけど、なんとなくって感じでさ。で、この子は終わり。はーい、じゃりーん。はい、このおひげが可愛いよね、この子ね。うん、の子と、あとは、虎模様をいっぱい貼っていく子がいます。虎よりもなんか口周りとか先貼った方が良さそうだね。なんかバランス取りにくそう。なので、これな、また縁なんやな。効果絶大ですね。かわいい。で、あとは模様だね。どこ？これが、これがそこの上。はい。ここ。これシール結構バランスむずいんじゃない？これも、これもね。これでもう表情が決まってる感じだよね。うん。うん。出てきたじゃん。かわいいかわいい。いいねいいね。え、かわいい。にゃんこっていいね。模様だけでもね。
いいわ。ということで、全部貼れました。全部シールを貼るとこんな感じ。虎の模様もね、入るとかなりいいですよね。で、この薄さがなんとも。そう、あんまり目立たないでしょ。だからシールを貼るだけでかなり良くなっちゃうキットだなっていうのがすごいびっくりしました。こちらのニャンボーはですね、3個入りでこうやってね、カラーがね3色入ってるんですけど、それぞれね、まあ、シールだけでも可愛くなっちゃうし、じゃなくって例えばね、カラーレシピが入ってたので、そのまんま自分で筆塗りしたりとかエアブラしたりとかっていう練習でやってもいいかなと思います。そう、何せ5分で組めるサクッとできるキットっていうのがいいところなので、まあ、ぜひぜひね、あの塗ったり遊んだり、自分のね猫のカラーに変えたいとかっていうのも、成型色3色だからやりやすいじゃんということで遊んでもらえたらいいかなと思いまーす。はい、いや、めっちゃ楽で可愛くて3個入ってるので、家族でね1個買って遊んでもいいのかなと思いました。ということで、暖房シリーズいろいろあるんですけど、とっても可愛いキットなので、見つけたら作ってみてください。ヤンボー可愛いなと思った方はぜひぜひグッドボタンを、あとですね、このキット作ってみたよっていう感想とか、あとコメントもぜひぜひお待ちしております。チャンネル登録お願いします。以上、まけんち TV でした。またね。